360年の秘密、松平忠輝、鬼の子の真実を暴露。皆さんこんにちは。今回の新設歴史チャンネルは、松平忠輝について紹介していこうと思います。戦国最後の勝利者、徳川家康には数多くの子供がいたことが知られています。男子だけで11人いたとされ、御三家など徳川氏が全国に大きな影響力を及ぼす原動力となりました。しかし、すべての子供が誕生を歓迎されたというわけでもなかったようです。今回紹介する松平忠輝は、そんな恵まれない子供の一人でした。父家康にとことん嫌われ、兄秀忠からは、絶えず警戒されたという忠輝。鬼の子と呼ばれ、360年も勘当されていた、その隠された素顔に迫っていきましょう。忠輝の母、忠輝の生母は、ヒサといって、遠江の土豪だった山田弥左衛門の娘でした。ところが、弥左衛門は武田氏に仕える身分だったものの、武田氏の滅亡に伴って浪人となってしまいました。そこでヒサは近隣の金谷に住む芋野氏山田七郎左衛門のところへ預けられることになったのです。芋野氏とは鉄砲や大砲などを製造する技術者のことで、特に山田家は芋野氏総大工職の主印状を家康から与えられるほどでした。ヒサは大変美しく、寺で手習いを受けるほど聡明な女性だったといいますから、近隣でも評判になっていました。そして16歳になった時、芋野氏をしていた夫に見初められて結婚、娘のお鉢も生まれ、幸せな暮らしをしていたといいます。ところが金谷を支配していた徳川配下の代官が伊佐の夫を闇討ちにしてしまうのです。理由は諸説ありますが、伊佐に横恋慕したとも、財を蓄え権力を誇示する夫といさかいを起こしたともされています。夫を殺されてしまった伊佐は、どうにか夫の仇を取るために家康への直訴を決心します。ちょうど近隣へ鷹狩りに来ていた家康の馬前に、伊佐は決死の思いで飛び出しました。そして事の顛末を訴えたのです。家康はこの訴えを聞き入れ、代官は処罰されることになりました。そればかりではありません、伊佐に対して家康に仕えるよう命じたのです。これはすなわち側室になるということ。夫を亡くして帰る場所を失った伊佐にとっても悪い話ではありませんでした。1589年、茶の局と名を変えた伊佐は浜松城での奥勤めを始めます。そして浪人していた実家の父と兄もそのつてを頼って遠江の裏頼忠に仕官したのです。兄勝重は後に石田三成に重臣として仕えました。辰千代の誕生、しかし1590年、小田原征伐で北条氏が滅び、代わって家康が関東へ移封されました。もちろん茶の局も江戸城へ移り住むことに。それから2年後、家康の六男として辰千代が誕生しました。後の忠輝です。辰年生まれだったからそう名付けられたとされています。しかし家康は茶の局が身ごもった時にも喜ばず、あまり良い顔はしませんでした。なぜなら茶の局の身分が低く、生まれたにせよ他の子供たちと釣り合いが取れないと思われたからです。ましてや男子であればなおのことでした。辰千代が生まれた時、その顔を家康が見なかったという説もありますが、新井白石が記した反感譜によれば、生まれたばかりの辰千代の顔を見るなりこう言ったそうです。こやつは何じゃ、まなじりが裂け恐ろしげな顔つきをしておる。これではまるで鬼の子ではないか。このような肉肉しいやつ、顔も見たくはない。早う外へ捨ててまいで。こうして生まれたばかりの辰千代は外に捨て去られ、家康側近の本田正信が披露形式をとって養育されることになりました。養育を任されたのは同じ徳川家臣の皆川博輝でした。当時の風習として捨て子を拾うことによって強くたくましく育つと言い伝えられていたためです。豊臣秀頼が広いと呼ばれていたことと同じ意味ですね。その6年後、家康と初めて対面した辰千代でしたが、この時も家康の態度はそっけなく、家臣にこう漏らしていたそうです。どうもあやつの顔を見ると亡き三郎信康を思い出す。恐ろしげな面構えは幼き頃の三郎と同じじゃ。辰千代出生の下りは次男として生まれたにもかかわらず、同じく家康に嫌われた秀康と重なります。秀康の生母もまた低い身分の出自ですし、秀康が生まれた時も大層醜く魚のギギに似ていたからおギーと名付けられたほどです。我が子でありながら醜いがゆえに毛嫌いした家康、忠輝の人生は父親から疎まれるという不幸な境遇からスタートしたのでした。越後高田75万石の大使となる家康と茶の局の間には子供がもう一人生まれています。辰千代の弟、松千代でした。家康は松千代を大層可愛がり、三河以来の名家である18松平の一つ長沢松平家を継がせました。ところが松千代がわずか5歳にして夭折、
長沢松平家が耐えることを惜しんだ家康が辰千代への相続を認めたのです。1602年に元服を果たし忠輝と名乗りました。続いて下総の国桜5万石を与えられています。忠輝は幼少の頃から運動神経が抜群で剣術や兵法に優れ、文芸や楽器などもたしなんでいたと言われています。小説の世界では家康の武術指南役だった奥山久我斎が忠輝の師匠だったという設定もあるほどです。やがて忠輝はトントン拍子に大大名への道を駆け上がっていきました。元服の翌年に信州川中島で14万石を領し、1610年には越後高田を拝領。これで丘陵と合わせて75万石の大主となったわけです。なぜ家康に嫌われていた忠輝がこれほどまでに大きな領地を与えられたのでしょうか。一つには加賀の前掛けを牽制するため、そしてもう一つは二代将軍秀忠を支える役目を期待したからでしょう。秀忠忠輝以外の兄弟は皆この世を去り、後の御三家となる義直頼信頼房はまだ幼少でした。忠輝の行状は少々乱暴なところはあるもの、年齢的にも青年期に差し掛かっていました。そういった意味から将軍秀忠を支えるにふさわしい存在だと判断されたのです。しかし最後まで徳川のせいだけは許されることはありませんでした。忠輝が大いに不満を抱いたのは言うまでもありません。高台法に先立つ5年ほど前、忠輝は家康の名代として大阪城の豊臣秀頼に面会しています。秀頼の右大臣就任を祝賀するために訪れたのですが、それ以降は秀頼と親交を結ぶようになったといいます。忠輝はこの12歳になる豊臣の貴公子に対してどのような思いを抱いていたのでしょうか。想像するより他ありませんが、もしかすると自分と近しい存在、まるで弟のようだと感じていたのかもしれません。そうでなければ後の大阪夏の陣における不可解な行動の説明がつかないのです。1606年に忠輝は伊達政宗の長女いろは姫と結婚しました。いろは姫は母親の影響からキリスト教に傾倒していたとされており、自らもキリシタンだったといいます。そんな妻を持った忠輝もまた西洋の宗教や文化に興味を持ち、一説にはラテン語やスペイン語などをマスターしていたとも言われていますね。海外との交易に関心を持っていた忠輝は義父の政宗とも話が合いました。ぜひイスパニアへ親善大使として行ってはどうかという政宗に対して、忠輝は藩主がいなければ我が高田藩は立ち行かなくなりますゆえと断ったそうです。そして代わりにイスパニアへ向かったのが長谷倉常長だったということです。大阪夏の陣、やがて徳川と豊臣の決戦となった大阪の陣が始まります。冬の陣において忠輝は江戸留守居役を命じられますが、これには大いに不満があったようです。なぜ徳川一門である自分が出陣を許されないのか、なぜ留守番せねばならないのか、その心の内は分かりませんが、大阪へ赴くことでなんとか秀頼の命を救いたいという思惑があったのかもしれません。和睦が破れた1615年4月大阪夏の陣が始まりますが、この時は忠輝も軍勢を率いて参戦しています。その途中、近江の森山でのこと、秀忠の旗本が忠輝勢の軍列を追い越して先へ進もうとしました。すると豪気な忠輝は激怒しました。仮にも将軍の弟たる我が軍勢に対し下馬もせず勝手に追い越すなど無礼千万、そういうなり配下に命じて旗本たちを切り殺してしまいました。確かに他部隊の軍列を追い越して先に進むなど軍律違反も甚だしいところ、しかし将軍秀忠はこの忠輝の所業を憎々しく思っていたのです。一方、忠輝の戦場での働きは芳しくないものでした。大和路の総司令官に任命されたものの、道明寺の戦いが終わった頃に駆けつけ敗退していく豊臣軍を追撃することなく兵を収めてしまったのです。また翌日の最終決戦においても敵の首一つ挙げることができませんでした。一説には豊臣方にはキリシタンが数多く参陣しており、キリスト教に理解のあった忠輝があえて攻撃しなかったと言われています。また信仰の深かった秀頼を討つに忍びなかったとも。そんな忠輝の印象にがっかりしたのが他ならぬ家康でした。秀忠を支えるべき人間がこのような体たらくでは重要なポストを任せるわけにもいきません。家康は松平勝高を高台使わして感動する旨を伝えました。憔悴した忠輝はかつて過ごした武蔵深谷の地で謹慎を余儀なくされたのでした。改易とその後の忠輝、1616年死期の近いことを悟った家康は自らの子供たちを駿府に呼び寄せたといいます。しかし忠輝だけは呼ばれませんでした。深谷で父の危篤を知ると忠輝も急いで駆けつけますが、城内へ入ることすら許されず城下の禅寺でひたすら感動が解かれるのを待っていたそうです。
またこのような話も伝わっています。家康が死の間際に茶の壺を呼び寄せて野風という笛を渡したそうです。これは信長秀吉と渡ってきたもので、天下人の笛とも呼ばれた縦笛です。これを形見として忠輝に分け与えることで、将軍家をしっかりと見守るようにというメッセージを残したかったのかもしれません。この野風は現在でも諏訪の定勝院に残されていますね。しかし忠輝が再び大名として復帰することはありませんでした。忠輝に対して憎悪を抱いていた秀忠は、家康の喪が明けぬままに改易を申し渡したのです。茶の壺らの必死の嘆願にもかかわらず、聞き入れられることはありませんでした。1616年7月、忠輝は伊勢浅間山へ流罪と決まり、その所領は全て没収とされます。さらに翌々年には飛騨高山、1626年になると信州諏訪へと転々と居所を移しました。預けられている間、忠輝の生活は比較的自由だったようで、地元の人々と気軽に話したり、諏訪湖で泳いだ記録などが伝わっているそうです。1683年、忠輝は92歳で亡くなりましたが、当時としては異例とも言える長寿でした。時はすでに5代将軍綱吉の治世となっており、赤穂浪士の討ち入りが起こるほんの20年前のことでした。忠輝が勘当されてから360年が経った1987年、徳川宗家18代目当主の常成氏によって忠輝はようやく赦免されました。その法要の際には、伊達家当主や諏訪家当主、そして当時の家臣の子孫たちが一堂に会して参列したそうです。松平忠輝のまとめ。忠輝の人生は確かに不幸な生い立ちから始まりました。それでも家康から受けた徳川の血は彼を大大名へと押し上げていくのです。しかし忠輝の絶頂期は長くは続きませんでした。父から嫌われ、兄から憎まれ、最後にはまるで墓穴を掘るかのように転落していったのです。かといって忠輝が暴君だったかといえば、そんなことはありません。彼は自分のするべき仕事をしっかりとこなし、内政を重視しました。新潟県高田や長野県松代など領民たちが忠輝を慕っていたという話はたくさんあるのです。もし生まれてくる時代が違っていれば、名君と呼ばれる人物だったかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。これからも歴史の背景や深いエピソードをもっと多くの方にお伝えしたいと考えています。もし今回の動画が気に入っていただけたら、ぜひともチャンネル登録をお願いします。次回も興味深い歴史エピソードをお届けいたしますので、お楽しみに。